天山。天山は、日本海軍が97式艦上攻撃機、以下、97式艦航の後継機として、開発、実戦配備した、艦上攻撃機。機体略号は、B6N。設計、生産は、中島飛行機。連合国軍のコードネームは、ジル、ジル。昭和14年、1939年10月、海軍は、 正式採用直前の97式3号観光の後継艦上攻撃機として14式艦上攻撃機計画要求書を中島飛行機に提示した。開発要求書に記載されていた内容はおおむね以下のようなものだったとされる。これを受けた中島飛行機では社内名称 BK として松村健一義師を設計事務者とする設計陣が開発に当たることとし、 昭和15年1940年5月から本格的に開発を開始した。開発中は当時の命名基準に従い、計画開始年度昭和と機種名を並べて14式環上攻撃機と呼称されていた。正式名称は式環上攻撃機となるはずだったが、正式採用直前の命名基準改定で攻撃機は山にちなむ名称とすると規定されたため、 昭和18年8月の採用時に、天山より命名された。開発開始当初に問題となったのは、他の日本機と同じく搭載発動機の選定だった。開発要求書で指定されていた森は97式に1号艦航等で実績のある単列9機等の光を複列14、機等化した1800馬力級の中島製発動機で、 火星は96式陸上攻撃機等で実績のある金星のボアストロークを拡大した1500馬力級の三菱製発動機だった。海軍は非力ではあるもののすでに12式陸上攻撃機、後の1式陸上攻撃機試作機に搭載されて各種試験が進められていた火星をしていたが中島側は自社製であるため回収が要因にあること、現状でも 火星より大馬力であるが2000馬力級まで出力向上が見込めること、火星より燃料消費量が少ないこと等を理由に森を押していた。議論の末、海軍が中島の主張を入れる形で昭和16年1941年3月に搭載発動機を森とすることに決定した。昭和17年1942年2月20日に、 B6N1 試作1号機が完成、直ちに試験飛行が開始されたものの、無理の振動が激しい上に故障が多く、しかも大馬力ゆえの強トルクにより離着陸、滑走中に機種を尾に振るという艦上機としては、大きな問題点が発見されている。それでも完成から4ヶ月後の7月19日に、B6N1 試作1号機は海軍に引き渡され、実用試験が開始されている。 海軍の実用試験では、排気管等の回収が行われたほか、来撃試験において、超低空での高速来撃時に、プロペラ交流の影響で魚雷の海中突入角度が浅くなって、海面で跳躍することが判明。魚雷県庁化の回収と新型カマチータの開発で解決されている。昭和17年末から開始された、離着艦試験では着艦制動作の切断が、 多発した。当初は97式艦航より重い上に着艦速度が高いことが原因と考えられていたが、調査の結果、着艦フックの形状不良が原因であることが判明している。また離陸滑走距離が長いことが問題視され、実用試験中だったラトを搭載することが決定されている。海軍は実用試験の終了を待たず、基地航空対応として、 B6N1 を130機程度生産することを中島に指示した。その一方、昭和18年1943年1月には発動機を水メタノール噴射装置の追加に行って1800馬力級となった火星25型に換装した火傷 B6N2 の開発も開始されている海軍からの正式な指示は昭和18年4月。前者は 現用の97式観光より、約時速100キロメートル速い新型観光を、一刻も早く前線に送るための措置であり、校舎は不調で、搭載機の少ないマモルの生産を中止し、中島飛行機の発動機生産を当時、実用試験中だった誉れに集中させるためだった。試験飛行時から問題になっていたり着陸。 発送中の左回答については、B6N1 量産開始後に垂直尾翼の取り付け稼働基軸に対し左に傾けることで、一応の解決とされている。B6N1 の量産と部隊配備が進められる一方、同年7月に B6N2 試作1号機が完成、発動機の信頼性が向上したほか、航続距離以外の性能全般の向上が確認されたことから、 同年10月には B6N1 に代わって B6N2 の量産が開始されている。B6N1 と B6N2 の設計には以下のような特徴があった。大直径の守るに合わせて、雷電、最大幅1.50メートルに次いで、太い最大幅1.45メートルの胴体を採用しているが、爆弾層は設けられておらず、巨雷や爆弾は胴体下に堅調する。 全下方視界が97式観光より悪化したことから視界確保のために操縦員の座席を2倍の高さまで調整できるようになっており全部風防上面の一部を立てて風よけにすることができた操縦管には伸縮機能があったが軽基板の下部にあるラダー方向だけダルについては何の措置も取られなかったため小柄な搭乗員の場合操縦席を上げると ラダーペダルに足が届かなくなることがあった。空母のエレベーターの寸法に収めるため、垂直尾翼後端を前傾させることで、着陸姿勢での前兆を短くしている。この措置と太い胴体のため、97式観光と比較して寸詰まりという印象を受けた当乗員もいた。発動機のトルクによる左回答性の対策として、垂直尾翼を B6N119 から29号機は機軸に、対して、左に3度、30号機以降は2.1度傾けて、取り付けている。B6N2 は、発動機の重量が軽くなったことから、前後の重量バランスを取るため機種が延長されたほか、交数簡略化のために引き込み式だったオリンを固定式にしている。実戦配備開始後、急激な横滑り操作。 敵戦闘機の銃撃回避操作として行われていたによる過重によって垂直尾翼が破損、空中分解が多発したため、前期に垂直尾翼と方向打の取り付け部の補強が行われている。胴体長同様、空母のエレベーターの寸法の関係から、主翼面積と翼幅は九十七式観光より、わずかに小さい三十七点二零二メートル、十四点八九四メートルに、 抑えられており、翼端から3.85メートルの位置で折りたたむことができた。翼型後に、最運の設計にも関わるうち藤子聖田が開発した、中島飛行機独自の操縦翼型である、K シリーズの初期型、翼根 K121、翼端 K119 を採用、高揚力装置として97式観光が装備した、スプリット式より、能力の高いファウラーフラップの一種である。 長型フラップを装備している。しかし、実用試験中に低速での効果率が要求よりも大きいと指摘されている。要求性能にある長大な構造力を達成するため、主翼上面が燃料タンクの一部で構成される大容量のセミインテグラルタンクを採用している。その他に胴体タンクも装備しており、B6N1 では理想用燃料タンクとして、 使用されていたが、B6N2 以降は、水メタのオリオタンクに変更されたため、航続距離が幾分短くなる原因になっている。これまでにない重量級の艦上機であることから、主脚には高い強度が与えられているが、実戦配備後に、主脚取付部の破損が多発したため、補強が行われている。森十一型は光をベースに開発されているが、ボア、ストロークとも光より、 幾分小さいものを採用している。整備性を良くするために余裕のある設計になっていたが、発電機の向きが従来とは逆だったため、小型機では調整が難しくなると海軍から指摘されている機体を調整しやすい構造にすることで対応。B6N1 の他には13私陸上攻撃機、四星新山に搭載されたのみで、生産数も約200機と少ない。 火星25型は開発開始時にも搭載発動機の候補だった火星10型に水メタノール噴射装置を追加した性能向上型で森11型とほぼ同じ微小出力を発揮できた。プロペラ原則比等を除けば22型以降の一式立候や二式台、低12型等に搭載された火星21型、22型と基本的に同じ発動機である。 エンジンカウルには、機械用空気取り入れ口が上面に、潤う油冷却機用空気取り入れ口が魚雷との干渉を防ぐために、正面から見て、下面のやや左に寄った位置にそれぞれ突出して装備され、排気管は B6N1 では集合式だったが、B6N2 以降は増速効果があり、かつ背景の小さい水力式単排気管に変更されている。また、 日本機として初めて全金属製4羽プロペラを採用していい。B6N1 は直径3.5メートル、B6N2 は3.4メートル。主兵装である航空魚雷には91式航空魚雷改め3。開発開始当初は改め2を予定していたが、B6N1 試作機での来撃実験の結果、強度不足が明らかとなったため、改め3を補強した91式。 航空魚雷改めさん、海、または改めさん、海の改良型である91式、航空魚雷改めさん、今日が搭載された。97式観光同様、県庁位置を基軸より右に寄せることで潤る、油冷却気空気取り入れ口との干渉を避けている。来撃実験で明らかになった高速来撃時の、魚雷の海面跳躍対策として、 木軸に対して、魚雷を二度下向きに検調するようにしたほか、空中がみなり道と、海面突入角の安定用として、魚雷の尾部に取り付けられる、かまち板を、従来の九十七式から、高速雷撃に適合した四式に変更している。合乗法銃座の他にあと、上型銃座の四角となる五下方からの襲撃に備えて、収納式の五下方銃座を装備している。銃座は、 昭和15年頃に研究されていた8 0 0ラム爆弾を用いた高高度水平、爆時の使用を想定して装備されたものだが、実際には敵戦闘機の迎撃を受けやすい水平爆撃はほとんど行われず、低空雷撃が主な攻撃法となっていたことと、銃座を射撃可能状態にするのに時間がかかるため、使用頻度は低かった。B6N175 機までは、 日本海軍の艦上攻撃機器としては珍しく、左主翼内に 7.7mm 固定機銃を搭載していた。これは、来撃時に敵艦の対空機銃を制圧するために装備されたものだが、71号機以降は廃止されている。また、昭和19年4月から開発が進められていた、対潜水艦用有力旋回魚雷、空雷6号の母機として、 b 6 n 1及び b 6 n 2が予定されていた。防弾装備については、不明なところが多いが、燃料タンクに炭酸ガス噴射式の消火装置が装備されている。しかし、これでは不十分であったため、昭和19年10月に自動防老式タンク装備機が作されたが、不具合が多く量産には至らなかった。昭和年月頃から b n び B6N2A は3機に1機の割合で H-6 型電探を搭載しており、マリアナ沖海戦時の第601航空隊にも電探搭載型が数機配備されている。また、夜間来撃に投入される機体の中には電波高度計を追加装備したものもあった主翼仮面にアンテナを追加装備。十七式艦光より航続距離が大きく向上したため、 操縦員の疲労軽減用に自動操縦装置を標準装備している。96式立港等の中、大型機で既に実績のある装置だったが、本機では自動操縦中に飛行姿勢が突然変わることがあり、あまり使用されなかった。離陸滑走距離短縮用のラトの装備が予定されていたが、B6N2 での搭載試験とラトの配備がマリアを機回戦後になったため、実際に 空母上で使用されることはなかった。正式採用直前の昭和18年1943年7月、解体直後の第531航空隊に B6N1 が初めて配備された。同年8月に B6N1 は天山11型として正式採用され、11月半ばに胴体の11型12機がラバウルのカビ園に進出。 第582航空隊に編入された。翌月の第6次文言ビル島沖航空船に初めて実戦投入され、11型6機が97、指揮官5機と共に、米機動艦隊に対して夜間内撃を行い、第582航空隊艦爆隊、立航隊と共同で空母3隻、戦艦及び従順各1隻撃沈といった戦果を報じている。 この戦火により、天山を開発した中島飛行機は海軍から表彰されたが、米海軍の記録によると、この戦闘における沈没艦はなく、現在ではほとんどが夜間ゆえの5人と考えられている。昭和19年、1944年2月17から18日のトラック島空襲後の策敵や、同年6から7月のマリアナ諸島攻防戦にも投入されたが、 これといった戦果を挙げることはできなかった。第3艦隊、あとに第1機動艦隊に編入の各部海航空隊には昭和18年1943年12月頃から B6N2 の配備が開始されている。翌昭和19年1944年3月に B6N2 は12型として正式採用されているものの、 天山の生産が前線での消耗に追いつかないため、第一機動艦隊への配備数はなかなか増えず、結局第一機動艦隊の天山隊は、定数99機に対して7割に満たない、重速率で6月のマリアナ沖海戦を迎えている。この海戦では、第601航空隊の29機が昼間来撃を行ったものの、海6回、ヘルキャットの迎撃と、 対空砲火により出撃機の8割を超える24機が未機関になるという大損害を受けている。同年10月の台湾沖航空戦では T 攻撃部隊に編入された第601航空隊攻撃第262飛行隊の23機が米機動部隊に対し夜間雷撃を行い第2航空艦隊からは 第653航空隊所属機などで編された、計56機が昼間来撃を行ったものの、17機が出撃した第701航空隊攻撃第252飛行隊が巡洋艦2隻の炎上を報じた一方、胴体は隊長機1機を残し未機関となるなど損害は深刻であった。続く、冷凍機海戦においても、第3航空戦隊所属の随格以下の空母4隻に、 合計25機、定数の約5割が搭載されているが、作敵や対戦紹介、爆走した冷戦で編成された攻撃隊の誘導が主な任務だった。1944年に入ると、北海道アリューシャン方面でも、米軍の活動が活発化したため、同年4月終わりに、本土で搭乗員要請を行っていた大員553、 航空隊の所属機が97式艦上攻撃機と共に占い島に進出。その後も天山の追加配備を受けながら占い、森島や道東から紹介活動についていたがフィリピン方面の戦局悪化により10月に部隊は天山1機と97式艦上攻撃機数機を残して移動した。残存機は直ちに北東航空隊に編入。 引き続き対戦紹介に当たったが、1945年春に、天山は、事故で失われた。このほか、第901航空隊といった、シーレーン防衛を担う航空隊でも山は、戦団護衛や、対戦紹介任務に用いられていたが、1945年、初頭に、南方航路が事実上寸断された後は、感染攻撃任務に充当されることとなった。 マリアナ諸島工房船、台湾沖航空船、フィリピン工房船と立て続けに正規する激戦により、母艦航空隊は壊滅、基地航空隊も大きく消耗したため、少数機での夜間、または白母、黎明時の雷撃が陸航、立港、艦光の主な対艦攻撃法となっていく。九州沖航空船や沖縄船、菊水作戦では、カノヤ等の九州南部の基地から、 沖縄周辺に展開する、米機艦隊や、輸送船団などに対して、新装備の機上電炭を活用した、夜間雷撃を行っているが、海路海からの N ナイトヘルキャットの迎撃や、対空砲火に阻まれ、大きな戦果を上げることはできなかった。しかし、終戦の3日前の昭和20年、1945年8月12日の、夜半、九州、 鹿児島県の釧路基地から出撃した第5航空艦隊機下の第931航空隊攻撃第251飛行隊所属の天山隊4機が沖縄の中安に停泊していたペンシルベニアを夜間来撃で大破させている。またフィリピン攻防戦や硫黄島の戦い、沖縄戦、菊水作戦では冷戦や彗星よりは少ないものの 続行にも投入されている。昭和20年、1945年2月21日に、第3航空艦隊機関の、第601航空隊所属の天山八機、大層4機、爆層4機、途中で2機脱落が、第2お立特別攻撃隊、他に冷戦9機、直炎、水星12機として、カトリ基地を出撃、八丈島を経由して伊央島沖の米艦隊を、 攻撃、天山隊の爆撃と体当たり攻撃により、サラトガと輸送船を大破させている。この他に、水星隊の体当たり攻撃より、ビスマークシーを撃沈している。昭和19年、1944年夏から、海軍は、生産機種の絞り込みを計画し始め、昭和20年、1945年1月に、最運を単発攻撃機及び、夜間戦闘危険容器とし、 天山を生産中止とすることに決定した。この決定に従って、再運の攻撃機及び夜間戦闘機回収工事が行われているが、B-29 による爆撃等のため生産を切り替えることはできず、終戦まで天山の生産が継続されている。終戦時の残存数は187機。戦後、米軍に接収された第131航空隊。 攻撃第254飛行対象族の12型1機、その他に2から3機接収されているが、米本土での調査後にウィローグローブ基地に屋外展示されていた。その後、風化が進んだことから1981年にスミソニアイ国立航空宇宙博物館に移管され、現在も同博物館の保管施設において分解状態で保管されている。国内では、 愛媛県愛南町まぜや公園にある資源改め展示館にプロペラが保存されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。